さんこんにちは、刺繍作家の堀内ゆきです。今日はこちらのレッサーパンダとカタツムリとお花を刺繍したいと思います。動画の最後には今日使用した糸の色番号をご紹介していますので、よろしければぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。それではレッサーパンダを刺繍します。まずはじめに鼻に焦げ茶色を入れていきます。そして白色の糸を使って、鼻の周りとベタ、それから耳の部分に色を入れていきます。白い部分が埋まりました。続いて濃い茶色を使って目の下のあたりに色を入れていきます。そしてもう少し薄い茶色を使って、顔の残りの部分を埋めていきます。はい、次は糸の色を焦げ茶色に変えて腕の部分を刺繍していきます。反対側の腕にも色を入れていきます。レッサーパンダが出来上がりました。次はキノコの上にカタツムリを乗せたいと思います。まず濃い紫色を使って殻の中心から色を入れていきます。少し薄い紫色に変えてグラデーションにしていきます。糸をさらに薄い紫色に変えて、殻の部分を仕上げていきます。カタツムリの殻の部分が出来上がりました。続いて体の部分をオレンジ色で刺繍します。そして焦げ茶色の糸を使って目を刺繍していきます。
ツムリが出来上がりました。レッサーパンダとカタツムリの周りに草花が咲きました。左側にブルーのお花を咲かせたいと思います。丸いお花が一つ咲きました。下の方にもどんどん咲かせていきたいと思います。お花の花びらの部分が出来上がりました。仕上げにお花の中心にビーズを入れていきます。ちょうど中央の部分から針を出していきます。すべてのお花にビーズを刺していきます。刺し終わりは裏側で玉留めをして、はい、出来上がりました。レッサーパンダとカタツムリとお花の完成です。それでは今日使用した糸の色番号をご紹介していきます。まずはレッサーパンダの毛並みの部分なんですが、こちらの4色を使ってグラデーションを作っていきました。こんな感じです。色番号は一番濃い色から、300番、400番、301番、3776番です。そしてカタツムリなんですけれども、こちらも4色を使って刺繍しました。まずは甲羅の部分なんですけれども、一番濃い色から552番、155番、341番を使って甲羅の部分をグラデーションで作っていきました。そしてカタツムリの、体中身の部分ですけれども、こちらのオレンジ色を使いました。色番号は967番です。そして最後にブルーのお花なんですけれども、こちらの水色を使用しました。こちらの色番号は827番となっております。はい、それでは本日の動画は以上となります。皆さんご覧いただきありがとうございました。もしよろしければぜひ YouTube のチャンネル登録や評価もお願いいたします。それではまた皆さんと動画でお会いできるのをとても楽しみにしてます。皆さんまたです。さようなら。